そして6番小林信春、これら3番北鶴のラインが前段へとまずは抑えてと先行体制に入りました。車を下げていく北日本の3人、9番の小松崎太一、この間に7番鈴木健太郎じわっと上昇して打掌の周回バックストレッチ、関東ラインが正攻法へと変わって主導権。そして中段に3番北鶴、そして7番手、今日は7番手9番の小松崎太一、残り1周半を切りました。さあペースをじわっと上げていく7番の鈴木健太郎、今日は積極先行です。1番の木暮が2番手の位置で、8番山崎ミシテル地元東京、この3人依然前段残り1周切りました。離れた4番手の位置、3番の北鶴翼、今日は4番手から1コーナー鋭くまくってくる。さあ7番の鈴木健太郎を目がけて3番北鶴、後ろ2人はマーク陣離れ加減か。この間に9番小松崎太一、矢のような伸び足ですが、3番北鶴は阻まれて後退していく。先頭は7番鈴木健太郎、マーク1番木暮康吉、依然関東勢、8番山崎ミシテル、3番手争いか。前は変わった1番木暮康吉ゴールイン、1番木暮康吉快勝。